北条氏つばめは、河内鞘山藩の第11代藩主。文政13年1月23日、北条氏進むの自慢として生まれる。第10代藩主、宇治久の実施が創生したため、嘉永5年3月に養子となり、3月24日の宇治久の隠居により、家督を継いだ。安政元年のプチャーチンの大阪来港では、大阪警備を務めた。安政2年には、 寸譜カバンを認じられた。しかしこのように出費が相次ぎ、すでに犯罪性が悪化していた狭山藩の財政は破綻寸前であった。このため、上米や高野豆腐の専売化、有能な人材登用による反省改革を行ったが、専売化に関しては百姓や手工業者の反対を受け、さらに専売を担当する役人の不正などもあって、 文久年間に廃止に追い込まれるなど、失敗に終わった。出馬目の功績として挙げられるのは、衰退していた、藩校、漢文館の最高に努め、自藩だけではなく他藩の藩士入学も認めるなど、文学を奨励したことにある。文久元年10月21日、家督を養子の氏行に譲って隠居した。文久3年8月16日、 天中組の変に際し天中組の中山忠光、吉村虎太郎らの訪問を受け、挙兵に参加するように要請されるが急病と偽って、面会を拒み、過労朝日奈縫い殿が応対して、とりあえずゲベール銃など銃器武具を渡し、天皇神聖の不死には加わる旨を回答して返した。明治24年12月3日に死去、去年62、ありがとうございます。